ティンパニティンパニまたは、ティンパニー。ダハーンは、当て字、は、打楽器の一種。主に銅製であり、半球形の胴体に、足がついた大型の太鼓で、皮が張られた上面、湖面、画面を、通常2本のマレット、バチで叩く。太鼓の一種であるが、通常の太鼓は非正数倍音成分が多く、特定の音響を聞き取ることは困難であるのに対し、 ティンパニでははっきり音高を聞き取れる点が通常の太鼓と異なる。中世のアラブのナッカーラノックコラ、または英語でネイカーネイカーと呼ばれる鍋底状の軍学太鼓を先祖とする。馬の銅の両脇に取り付ける楽器として発達し、15世紀のヨーロッパではトランペットと共に騎馬軍楽隊の楽器編成の中心に位置づけられた。 やがて十七世紀半ばにはオーケストラに取り入れられた。古典派までは二代一組で、多くの作曲家は、主音と俗音を補強するのに用いられた。パーセルは、歌劇、妖精の女王第四幕冒頭に、ティンパニでメロディを書いているが、これは、例外中の例外である、例示、打楽器辞典音楽のとも者。ベルリオーズ以降さらに多くのティンパニが用いられるように、 なり、現代では四代一組で用いられることが多い。ティンパニは19世紀まで、オーケストラや吹奏楽の中で、補助的に活躍することが、中心的であったが、20世紀になると、競争曲の主役、ティンパニ競争曲として、あるいは室内楽やソロで活躍するようになった。本体の材質は主に銅である。フランス製など一部の楽器には、真鍮も用いられる。 低価格のものや持ち運びを前提に設計されたものにはファイバーグラス製やアルミ製のものもある。これら同性以外のものは表面が塗装されていることが多い。一般的に使われるティンパニは4つのサイズに集約される。さらにピッコロティンパニを追加することもある。大きさは4台1組の場合では小さい方から23インチ、26インチ、29インチ。 32インチ基礎調律音は、それぞれ C4、G3、D3、A2、E2 のように、3インチ刻みで揃えることが多いが、メーカーによっては、他の小道のものを用意しているところもあり、上述の組み方に準じて、楽曲や奏者の都合で選ぶことができる。ヨーロッパではセンチで言い表す。なお、20インチ以下のピッコロティンパには特注、受注生産となることが多い。 コメンは従来は革、牛、または羊製であり、現在は樹脂製のものも多い。音質は革製がより優れていると言われているが、古典的な音がすると表現した方が合理的である。楽器によっては、革製のコメンの性質に対応するため、音高の微調整機構を備えているものがある。樹脂製は革よりも音高が狂いにくいので、 音高を頻繁に変える現代曲への酷使に耐えうる。叩く鉢はマレットと呼ぶ。従来は木製だったが、現在はフェルトなどを巻いた、異なる硬さのマレットを数種類揃え、曲の表情によってマレットを持ち帰ることが一般的である。マレットの選定は、古典曲では打楽器奏者が、場合によっては指揮者の指示や競技で決定するが、近代以降は、 柔らかいマレットでなどと作曲者によってすでに譜面上に指定されていることある。また、マレットの柄の重さや長さによっても音の大きさや力強さが違うので注意を要する。楽器の方式には、ガール、音符の異なる複数個で使用されることが多く、単体で使われることは稀である。このため、通常、複数系のティンパニーと呼称される。ちなみに、単数型は、 チンパノとなる。語源は、ラテン語のタンパンから来ている。このため、ティンピニーと書く楽譜もあるが、現在ではほとんど用いられない。複数のティンパニを並べて使うときは、それぞれ違う音高にチューニングしたものを用意する。かつては湖面にネジが6個程度ついていたり、そのネジがチェーンでレインドして音高を調節する仕組みだったが、現代のティンパニには大抵ペダルがついており、 音高を調節しながら演奏することもできる。比較的編成の大きなオーケストラや吹奏楽で使われることが多い。四大使用時、楽器は円弧を描くように並べる。立奏の場合、円弧の中心の位置に立ち、足を肩幅に開き、手はそのままで腰から上だけを回し、両端二台がちょうど自分が叩く位置に来るようする。近年ではアマチュア団体においても、 座奏もよく見受けられるが、特に公共曲やオペラなどの長時間演奏に適することと音の安定感、現代曲では多数の音高を必要とするため、音がえが頻繁になるのを合理化するためである。また、奏者の身長に合わせ演奏しやすい高さにできる、つまり画面に対して適切な角度を保てるということから、座奏を好む奏者も少なくない。ドイツでは、 チェロやコントラバスのように奏者から見て、右に低い音、左に高い音をセットすることが慣例で、アメリカや他のヨーロッパ諸国では、ピアノと同様に左に低い音をセットする場合多い。ドイツ式の利点は、鳴らすのに力が必要な大きいサイズの楽器が、左側に来ることで、主として二丁調,調などの高く聴力のある主音を、左腕でバランスよく演奏することができる。 右利きである子が前提。オーケストラにおいて、ティンパニ奏者は通常ティンパニのみを担当し、他の打楽器に持ち帰ることは、基本的にはない。例外的に、リヒャルト・シュトラウスのバラの騎士の最後で、他の打楽奏者がみんな帰ってしまって、ティンパニ奏者が一時的にトライアングルを担当する場合があり得る。また、バルトークのハーリーアーの種では小大子も担当することがある。 現代音楽でもオーケストラ編成の曲はこれに準ずる用い方が好まれる。一方で、吹奏楽や室内管弦楽や打楽器アンサンブル編成の曲は、ティンパニ奏者が他の打楽器を持ち替え担当することもあまた、ティンパニは余韻をうまく活かすことも演奏の一つに入る。余韻を止めるには、ティンパニをマレットで打つところを押し付けないで余計な霧の雑音を、 阻止するために手でそっと軽く撫でようにする。この動作をマフリングという。音高解2解散の範囲で調節できる。近現代においてはそれよりさらに低いまたは高い音高を求める場合もあるが、ベルク、還元学のための三つの商品など、音質が緩すぎて、はっきり聞こえなかったり張り詰めすぎて、響きに欠けるなどの問題があり、あまり一般的ではない。 29インチ以上の大型楽器では、これらの拡張音行も音質に、さほどの問題なく演することができる。古典時代では26インチの楽器は、BB2 階3、29インチの楽器は、回 2C3 の範囲で調律できたが、主音を26インチ、俗音を29インチにして4度間隔で前者を D3、後者を A2 に調律することが多く、最も、 良い音が出た。したがって、バッハのトランペットと共に二丁丁周辺の音高の調整で活躍することが多かった。なお、牛皮の手締め式だったので調律十五分程度はかかったという。ベートーベンの公共曲第九番では学章ごとに異なる調律を求めた。また、主音と俗音のみを調律していた時代には曲が転調によってそれらの音から離れても ロッシーニのオペラの序曲のように、第三音や第7音に相当する箇所でティンパニを叩くことが多く、用いれた。これは、ティンパニの音質は、均等な倍音が出るものの管楽器や弦楽器と、比べると不明瞭なため、音高の充実よりは、大太鼓のように、打楽器的な騒音効果を優先させて用いた、ことによる。ベルリオーズ、リヒャルト・シュトラウス保筆、還元楽法では、 リハルト・シュトラウスの保筆として、ベルディの仮面舞踏会など、初期作品におけるこれらの無頓着な用法について、私の趣味ではないと否定的な意見を寄せているが、これはティンパニの調律が容易になったシュトラウスの時代の繁栄もあるだろう。バルトークの弦楽と打楽器とチェレスタのための音楽や、管弦楽のための競争曲では、演奏の最中に調律を変更することが求められる。 特に第5楽章205小説ではトリルを、そうしながらのグリッサンドが指定され、ペダルティンパニでなければ演奏することができない。他に、ストラビンスキーのキツネにも同様の奏法指定がある。ページ、イフクベアキラ、還元落法より、現代では、このようなペダルを用いた奏法や頻繁な調律の変更も普通に用いられる。中国には、 デーオットコウツズミディングアンギャングと呼ばれるティンパニの構造を取り入れて従来のゴつツズミ、カボンツズミを改良して作った楽器がある。打楽器辞典を音楽の友者より、ケトルドラムと呼ぶ場合もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。